実家は、もともと祖父母と同居していたので、中途半端な二世帯住宅。祖父母は、数年前に相次いで死去。残ったのは、私と兄と両親です。兄は、就職のため、自立して、会社の寮に入って、社内結婚して、社宅に入ろうとしたら、不況で、社宅が全部売り払われてしまった。それで同居させてくださいと、二人で頭を下げてきました。水回りは一つしかないけど、部屋はたくさんあるから、子供ができても、若夫婦には三部屋くらい避けるので、同居を両親が了解した。この時に出ておきゃよかったんだけど、下手に部屋があるし、猫を室内飼いしてたから、ペット科の賃貸物件を探したら、めったになく、あっても高かったので諦めちゃったんだよ。それまでも、両親に、食費として3万入れてたけど、兄たちが、家賃も含めて10万入れると聞いて、自分の判断で5万にあげた。しばらくして、妊娠して会社を辞めた兄嫁が、家のことをやるようになって、遠回しに、5万では足りないと言われた。光熱費を考えてないんでしょ?と言われたので、8万出した。また1年後に、足りないと言われて、10万になった。後から知ったけど、兄夫婦は子供ができたからと、ビタ1文入れてなかったそうだけど。でも、友達にその話をしたら、古い物件だけど、5万でペット科の物件知ってるよ。って紹介してくれた。その頃、社内資格が取れたので、給与が上がったこともあり、なんとかやっていけると、思い切って家を出ることにした。その頃、甥っ子が生まれて可愛い盛りで、みんなが夢中で、出て行きたきゃ出て行けば?という感じでした。その頃は、父がまだ現役でしたので、甥にはお金をつぎ込んでいたようです。今は、父は定年退職後、再就職がなく、スーパーでバイトしているので、すっかり母も渋くなり。兄も、不況で給与が上がらないらしく、兄嫁が入れたい。お受験のある有名幼稚園に入れられなかったそうです。それでも、来年のお受験に向けて、有名私立小の専門塾に通わせたいので、私に家に戻ってこいと、猫なで声で電話してくるようになりました。猫しかいない部屋に帰るのは寂しいでしょう。ね。みんなで、また鍋つつきましょうよ。うちの息子ちゃんも、お姉ちゃんに会いたいなって言ってるのよ。懐いているのよ。私さんは子供に好かれるんだよね。だってさ、鍋にすると、肉やカニに、私が箸を伸ばすと睨んだくせに、おいっ子に、年に一回会うか会わないかなのに、どうやって懐くのか?ツッコミどころが満載ですよ。両親だって、兄嫁に何か言うと、孫が、という人たちなので、味方じゃない。だから、絶対に実家に行きません。もうすぐ結婚しますが、実家に関係なく生きていきます。皆さんありがとう。なんで皆さん知ってるんですか?この前の電話で兄嫁に、私さん、また社内資格取れたんですってね。じゃあお給料上がったんでしょ?うちの息子ちゃん、男の子だからよく食べるのよ。電気代も上がったし、お父さんもアルバイトだし、うち今大変なのよ。息子ちゃんの教育だけはつけてあげたいし、いろいろ悩んでるのよ。私さんには、温かい家族をあげられるから、猫連れて戻っておいでよ。ここで、ちょっと声が小さくなる。本当に言いづらいけど、15万ほど入れてくれると助かるんだ。急に声が大きくなる。でも、私さんも大変だろうから、13万でもいいよ。なんとかやりくりするから。と言ってました。もう、この物件を引き払って、彼の一戸建てに猫と移ります。そしたら、住所どころか、この携帯も解約ですよ。5万で足りないって言ったのは兄嫁です。主語がなくてごめんなさい。兄たちが、結婚する前に、家に入れていた3万は、母が、私の嫁入りに貯めておくとか言ってましたが、実家を出る時にくれませんでしたね。実家は土地建物はおじ名義です。祖父母の介護を地元にいる父がするからって住まわせてもらってました。
両親が亡くなったら出て行かなきゃいけないけど、どうするのかな。私は相続放棄を決めてますので、どうでもいいですけどね。